ラーメン味噌ラーメン味噌ラーメン味噌ラーメンは、ラーメンスープのタレとして、味噌を使用した日本のラーメン。札幌市を発祥とする味噌ラーメンの知名度が高いが、札幌以外で発祥した味噌ラーメンも存在する。札幌の味噌ラーメンは、札幌市内の大衆食堂、味の三平店主の大宮森とによって1955年に考案された。大宮は、雑誌、 リーダーズダイジェストに掲載されたスイスの食品メーカーマギン社の社長の日本人は味噌をもっと料理に活用するべきという文章を目にして以来味噌を用いたラーメンの開発に従事する日本各地から味噌を取り寄せたり試作品を常連客に出して意見を聞くなど試行錯誤を重ねた末1963年に店のメニューに正式に味噌ラーメンが乗ることとなった それまでの北海道での主流であった豚骨醤油と異なる豚骨スープに味噌を加えた味噌ラーメンを1965年に東京と大阪の高島屋で開催された物産展にて実演販売したところ来場者の関心を集めた。その後、1967年には北国が運営する土産市ラーメンが全国にラーメン店のフランチャイズ展開を開始。 1968年には、産業食品がインスタントの味噌ラーメンである、札幌一番味噌ラーメンの販売を開始するなど、フランチャイズとインスタントラーメンという流通形態が、味噌ラーメンの全国的な知名度獲得を牽引し、これら一連の流れにより、味噌ラーメンは、北海道のご当地ラーメンとして認識されるところとなった、牛鍋屋など、家畜の食肉を使用する料理では、 臭みのある料理に味噌を使用して、匂いを抑えていた。同様に、豚骨などで取った臭みのある出汁に味噌を入れて、匂いを抑えることが可能である。なお、特別メニューの豚汁を、客の要望で、ラーメンに入れた際に客が大満足だったということに、ヒントを得たという情報が流布しているが、大宮の息子の、現、味の三平店主は否定している。出汁は、豚骨や野菜などを使用して煮出して作る。 中華鍋でもやしなど、野菜や肉を炒め、味噌と出汁を入れてさらに火を加える。味噌ラーメンの素や、業務用味噌、ラーメンスープ等の味噌ラーメンのタレを使用する場合もあるが、味噌ラーメン専門店では独自の味噌タレを使用することが多い。丼に茹でた麺を入れて、その後に蒸気のスープを合わせる。店によっては、その上にメンマ、チャーシューやネギなどを乗せる。 スープの具材として肉が使用されている店ではチャーシューをトッピングしない場合もある。トッピングとしてトウモロコシバターを使用する店も多い。香辛料など味付け香り付けのためにラー油、唐辛子類、ニンニクなどを使用したり、客が自由に使用できるように用意されている場合も多い。店舗によっては醤油ラーメンのように丼にだしと味噌タレを入れて混ぜてから茹でた中華麺を入れる。 場合もある日本各地の味噌をベースとしたご当地ラーメンには以下のようなものが挙げられる。中国にも天然醤など味噌と味が似ている皮脂を使った麺料理が存在する。多くは作く日を麺に代表されるような麺に脂をなどで作ったタレをかけるものである。一部地域での担々麺のように味噌ラーメンと類似した料理も存在する。中国に味噌ラーメンに似た。 麺料理は存在するが、日本の米味噌を用いたラーメンは、日本独自のものである。詳細は、担々麺を参照。香港の担々麺は、汁の量が比較的多く、また唐辛子を効かせた味噌ラーメンに味が似ている。上海や、その他の諸地域でも、同様の麺料理がある。ただ、日本の味噌を使用しているわけではなく、味噌ラーメンの範疇に入れるかどうかは、意見が分かれる。 ありがとうございます。